はい、どうも皆さんこんにちは。三軒茶屋の新平です。今日も言葉もやっていきましょうということで、今回はですね、つい先日公開した、鬼滅の刃編成で、決戦マーレの巨人をクリアしてきたという動画なんですけどもね、あの時は鬼滅の炭治郎リーダーで、攻略していましたが、あの動画をね、公開してありがたいことにたくさんの反響いただきましてね、いつもより動画たくさんいろんな人に見てもらえたなとかってね、ちょっと喜んでいたんですけども、その後にね、ふと気づいてしまったんですよ。鬼滅の刃のキャラクターたちってそれぞれが呪い耐性を持っているので、基本的にリーダー誰であったって呪い耐性が 100% にできるということは、つまり残り1つの異常状態、睡眠をクリアできれば問題がない。睡眠効果力、なんで俺はひらめかなかったんだろうということでね、今回動画にしてきました。もうね、いや普段あんだけ言ってるのに、もう最初の段階でパッと頭にひらめかないこの自分をいかにして怒ってやろうかと、もう怠けてんじゃないのかと、最近もう大丈夫かと、あぐらかいてんじゃねえぞってね、ちょっともう本当に焼きがさしました。ぜひね、皆さんコメント欄でしっかり激励お願いします。さて、ここから先はですね、2倍速動画になっていますが、もう皆さん説明は必要ないでしょう。そう、編成もね、画面に出ております。姫島行明さん 300% の鬼滅隊で、決戦マーレの巨人もクリアしてきました。クリア方法、攻略法に関してはですね、炭治郎リーダーで言っているものとほとんど変わりません。その火力の高さ、解くとご覧あれ。ではではまた次の動画でお会いしましょう。ぜひね、コメント、高評価、チャンネル登録どうぞよろしくお願いします。ではでは、バイバイ。何を言った？信用しない、信用しない。お前は何も身につけてない。敵だわ。
炎の呼吸を帯び、首肩、連続奇跡だわ。必要ある。うつしよう。